もちろん対策は講じている。高めに投げてしまうというほんの少しのミスも許されないぞと話していたんだが、実行できなかったね。ドジャースの大谷翔平投手は5日日本時間6日本拠地で行われたパドレスとの地区シリーズ第1戦に1番指名打者で先発出場。2回にポストシーズン1号となる同点スリーランを放つなど5打数2安打3打点の活躍を見せた。チームは3点差をひっくり返す逆転勝ちを飾った。試合後のインタビューでは、雰囲気自体がすごく興奮、熱気でただただ楽しいなというゲームでしたと笑顔を見せた。劣勢ムードを一振りで吹き飛ばした。3点を追う2回2アウト1・2塁右腕シーズの4シームを弾き返すと、打球はあっという間にライトスタンドに突き刺さった。打球速度 111.8 マイル、約 179.9 キロ、飛距離372フィート、約 113.4 メートル、角度25度のプレーオフ初本塁打にバットを放り投げて何度も雄たけびを上げながらダイヤモンドを回った。日本選手のポストシーズン本塁打は2012年イチロー、ヤンキース以来12年ぶり7人目。ポストシーズン出場1試合目での本塁打は日本人初めてとなった。注目されているのは、打った直後に見せた大谷のバットフリップだ。確信歩きとともに、あまり遠くへ飛ばさず回転をつけて放り投げるのが通例だが、この日は大谷本人も大興奮の様子で、雄たけびを上げながら、さながら、力任せに、ぶん投げ、多様な形となった。感情を爆発させた大谷のバットフリップに球団公式 X も反応。翔平大谷のバットフリップ10月エディションと綴り、大谷のバットフリップにフォーカスした動画を公開。チェックしたファンからは、これめちゃくちゃかっこいい、過去一気合の入ったかっこいいバットフリップだわ、荒ぶる神、この熱いところがチームを引っ張るんだなと大興奮のコメントが多数寄せられている。試合直後、このバットフリップについては同僚の内野手ラックス選手も反応。いや、走ってたから見えなかったんだけど、スコアボードでリプレイを見て、おお、良い感じだねって思ったよ。やっぱり彼はこうだよね。僕たちが必要としてる時に見せてくれる、いつも通りの彼。おそらくこれまでよりもっと感情を表に出してくれたと思うし、それがチームに火をつけてくれてる。どれだけ勝ちにこだわっているかを、こうやって見られるのはクールなことだし、クラブハウスの空気を変えてくれるよ。翔平は止められない。大谷翔平、初のポストシーズンで放った同点スリーランホームランに米記者驚嘆。彼はこの星の人間ではない。実況のジョー・デイビス氏は、弾丸だ、翔平大谷が10月にやってきたと興奮。しばらく経ってから、彼は防ぎようのない選手だと証明しましたと驚いたようにつぶやいた。一方で解説のジョン・スモルツ氏は冷静に、彼を毎回同じ方法で打ち取ることはできません。第1打席は左肘に倒れたものの、速球を投じられた時の彼の反応を見て、投手は打ち取れると誤った感覚をつかんでしまいました。投手としては同じ攻め方をしたくなるのですが、2度はいけません。その結果、トマホークのような打球を打たれましたと説明。殿堂入り投手でオールスターに8度出場したレジェンドも、第2打席で結果を出した大谷に感心していた。大谷のポストシーズンでの初本塁打に、 MLB 公式のフアン・トリビオ記者は自身の X 旧 Twitter で、翔平大谷は止められない、彼はこの星の人間ではない、ポストシーズン初となるスリーランを放ち同点に追いついた、すごいと綴り、期待に応え続ける大谷の活躍を称えた。豪快アーチに米メディア FOX スポーツは、公式 X 旧 Twitter で、ああなんてこった、翔平大谷がポストシーズンで初のホームランと綴り、驚きを示した。また米スポーツ局 ESPN のオールデン・ゴンザレス記者が自身の X で、右翼へロケットのような打球を放った、2アウトから3点ホームランを打って同点となったと記し、豪快アーチを称賛。さらにカナダの大手メディアザ・スポーツ・ネットワークも公式 X に動画とともに、翔平大谷10月へようこそと綴り、称えた。公式サイト
MLB.com も即座に反応。大谷翔平がプレーオフ初ホームラン、見事なバットスローも見せつけたと題した記事を掲載し、大谷翔平はメジャーリーグでの初のポストシーズンの明るい光にすぐに慣れたと綴り、大谷のホームランシーンを称賛した。続けて大谷は50のシーズンを達成した初の選手となり、本塁打54と走塁打411で球団新記録を樹立した歴史的なレギュラーシーズンから引き続き好調を維持していると大谷の好調ぶりを伝えた。今シーズンレギュラーシーズンで50-50を達成し大活躍を見せた大谷だが、昨年9月に右肘を手術しリハビリを重ねている投手でもある。そんな二刀流大谷の活躍に米野球データ分析会社 CODIFY は公式 X 旧 Twitter でトミー・ジョン手術からのリハビリ中の投手がポストシーズンでこのような核弾頭を打つ姿を想像してみてほしいと綴り、驚きを示した。ライブ中継した米放送局 FOX スポーツは被弾直後にパドレスのマイク・シルト監督を直撃した。大谷をどう抑えるのかとの問いかけに、もちろん対策は講じている、高めに投げてしまうという、ほんの少しのミスも許されないぞと話していたんだが実行できなかったねと首を振りながら回答。そして彼が目覚める前にアウトを取らなければいけないんだと気を引き締めた。今シーズン14勝のシースは3回1、3を6安打5失点で降板。大谷は第1打席こそ左肘に打ち取ったものの、第2打席でスリーランを浴び、4回1アウト1、2塁で大谷を迎えた場面で2番手モレホンにマウンドを譲った。初回にリードをもらいながらそれを保つことができなかった、落ち着いていたと思うがリズムに乗れなかったと話し、ドジャース打線については良い打者が揃っている、加えて我慢強かったとコメント。大谷に本塁打を打たれた、フォーシームは悪い球ではなかったのではと問われると、そうだね、彼は間違いなく偉大な打者だ、最悪の投球というわけではなかったと脱帽した。大谷翔平は並外れている指揮官絶賛の勝負強さ、得点圏の機会を与えることが鍵。3点を追う2回2アウト1、2塁の第2打席、先発シーズの高め速球を捉えライトスタンドに運んだ。打球速度 111.8 マイル、約 179.9 キロ、飛距離372フィート、約 113.4 メートル、角度25度一撃。バットを放り投げて雄たけびを上げ感情を表した。指揮官は試合を振り出しに戻すことができたし、流れも戻すことができた、勢いを取り戻すことができたと称えた。さらに試合の初球からファンはのめり込んでいた、私はファンのエネルギーを感じていた、翔平にとってもファンの声援が力になると思う、大きな一打だったとファンの後押しも力になったと語った。9月は打率393、107打数42安打、実本塁打32打点、OPS 1.225、16盗塁をマーク。今シーズン最終戦の9月29日、同30日の敵地ロッキーズ戦まで12試合連続安打を記録していた。好調を維持している大谷について、得点圏での彼の好調ぶりは並外れている。彼にその機会を与えることが鍵だ。機会さえ得られれば、彼は打ってくれるように感じると全幅の信頼を寄せた。さらに大谷が大舞台で集中力が増すことについて、大事な場面で彼ほど一貫して結果を出せる選手は見たことがない、本当に素晴らしい、どうして彼がそうできるのかはわからないが本当に特別だと言葉に熱を帯びた。そして大谷の存在が他の選手の負担を減らしていると指摘し、翔平のような選手はチームを引っ張っていく能力がある、他の選手にプレッシャーを和らげる何かがある、球団を背負うスーパースターがいることは何かしらの意味があると話した。大谷と同じくポストシーズン初出場となった先発の山本由伸投手26は3回5安打5失点だった。試合後会見に臨んだ大谷は3回5安打5失点で KO された。
山本由伸の様子を問われると結構落ち込んでいたと暴露。そして勝ってよかったなと笑い交じりに声をかけたことを明かし、切り替えるんじゃないかと思う、場数も踏んできている投手だと思います、僕も由伸も PS が初めてなので次に向けて切り替えて、次は素晴らしいピッチングができるんじゃないかと思いますと次回の好投を期待していた。また試合については雰囲気自体がすごく興奮熱気で本当にただただ楽しいなというゲームでしたと笑顔を見せた。日本選手のポストシーズン本塁打は2012年イチローヤンキース以来12年ぶり7人目、ポストシーズン出場1試合目での本塁打は日本人初めてとなった。素晴らしい投手ですし失投も少ない、そういう投手の難しいボールだったと思うんですけど、いい形でヒットにできてラッキーだったかなと思いますと喜び、バットを放り投げて何度も雄たけびを上げたことには、状況も状況だったし特にメジャーリーグの中でもトップクラスの素晴らしい投手が相手だったのですごく嬉しかったですねと振り返った。6日同7日の第2戦はダルビッシュ有投手と対戦する、自分のいい打席を送りたいと思うので、それがいい結果に結びつくんじゃないかと思うので存分に楽しんでいきたいと思いますと静かに闘志を燃やした。大谷翔平が明かした悔しい思い、病室で見ていたことも山本由伸との共闘は特別。4日同5日に本拠地ドジャースタジアムで前日会見を開き心境を明かした。ドジャースが前回ワールドシリーズを制した2020年は悔しい思いが募ったという。一問一答は以下の通り。現在の心境は、初めてなので WBC とは違う第一打席を大事に入りたい、この1週間の調整は基本は球場に来て動いてシムゲームで2打席くらいに立って実戦の感覚を忘れないようにしていた。初の PO に緊張感はノー、通訳通さず爆笑。コンディションについて、みんなシーズンの疲れはあると思うし、逆に1週間で疲れという意味では取れたと思うので、あとは実戦の感覚を取り戻せばしっかりと結果は出るんじゃないかと思います。相手はパドレス、ライバルチームなのでみんな興奮しているんじゃないかと思います。緊張感は、小さい頃からこういう舞台でやってみたいと思っていた、楽しみの方が大きいですかね。 PO を見ての思い出は、ドジャースが優勝した時も見ていた、あの時はシアトルで練習していた、別の年に手術明けで病室で見ていたのも覚えている。悔しい思いの方が強いですかね。 PO 初出場で周りから助言は、助言は特にないですね、初めてなんだといじられることはありました、ちょっと笑い。どのように得点圏での打撃を改善、後半になるにつれてバッティングの感覚も良かったですし、打席の中での集中力も良かった、そういう感覚をポストシーズンでも出せればいい結果が出てくるんじゃないかと思います。リハビリを行う中でのプレー、特別にしていることはない、怪我もいろいろありましたけど、医師の方や周りのサポートもあって今プレーできていると思う、感謝しかないです。ダルビッシュについて、僕の小さい頃のスター選手、メジャーリーグに来る前も日本でプレーしていた時もテレビで見て憧れていた選手の一人、そういった方とポストシーズンで対戦するのは大きいことです。個人的には山本由伸と投げ合うことを望んでましたけど、それはないと思うので、自分が対戦した時に楽しみたい、頑張りたいと思います。シーズン当初大事にしていたことは、シーズンを通して早くチームの一員になりたいな、それを結果で示したいなと思っていた。後半になるにつれてそういう気持ちも抜けていって、自分本来の打席ができたかと思います。これができたからこそ PO に自信を持って臨めるというものは、毎年そうですけど、1年間健康に保ってプレーするのは難しいというか、何かしらトラブルがある、それが少なかったというのが一番良かったですし、ポストシーズンにこうして健康な状態で挑めるというのがまず一番かなと思います。数字を残すことよりも難しい、まあ出ないことには数字も残らない、そこはやはり一番自分だけではなくて
周りのサポートもそうですし、メディカルスタッフのサポートも必要なことではあるので、長いシーズンを見る上では一番大事かなと思います。山本と日本人2人で先陣を切る、それは嬉しいですね。由伸が来てくれたのももちろん嬉しいですし、怪我があって悔しいシーズンだったと思いますけど、それでもポストシーズンの1戦目にこうやって先発するというのは信頼を得ている証拠だと思うので、自信を持っていいと思いますし、そういう試合で一緒に出られるのは特別かなと思います。緊張感なく楽しむと言っていたが、マイナスなことが頭をよぎることはないか。今の段階ではあまりないですね。まあそうなった時に考えればいいという感じで、打てることもあれば打てないこともありますし、それは引きずらないことが一番短期決戦で大事になってくると思います。パドレス戦の成績は今年3割を超えているが、その気持ちと一旦白紙にする気持ちのバランスは、単純にシーズン中に残した成績というのはそれはそれだと思う。別にポストシーズンにアドバンテージがあるわけではないし、打ったことは自分では把握していないのでわからないですけど、パドレスは球界の中でも素晴らしい投手陣だと思いますし、なかなか自分の打席を冷静に送るのは難しい相手だと思いますけど、ポストシーズンでしっかりそれができれば十分に数字は残るんじゃないかなと思います。ドジャースはここ2年プレーオフで思うような結果が出ていない。そこを止める、世界一になる意気込みは、同地区のライバルがいたのでなおさらみんなの士気も高いと思いますし、パドレスもそうだと思いますけど、僕としては来た1年目でそういうところでプレーできるというのはまず感謝したいなと思います。明日に向けて今日の過ごし方が大事と言っていたが、どのように過ごすか、いつもと同じが一番かなと思うので、その感覚をまずシーズン中と同じ感覚を出して、しっかり今日を終えることが一番かなと思います。大谷の衝撃発言に米メディアからの注目が集まった。地元メディアドジャースネーションのダグ・マッケイン氏、地元紙ロサンゼルスタイムズのドジャース版ジャック・ハリス記者、米スポーツ専門メディアジ・アスレチックのドジャース版ファビアン・アルダヤ記者らは一斉に自身の X 旧ツイッターを更新し、大谷がポストシーズンに緊張はないこと、また英語で回答したことを報じた。中でもマッケイン氏は、彼は高校生の時に26歳までにワールドシリーズを制することを目標に設定した、翔平はワールドシリーズを制覇する任務を背負っていると綴り、大舞台での活躍に期待を寄せた。もはや伝説的大谷翔平、またもメジャー史上初の快挙。米データ会社が104年間で他にいない驚きの偉業を指摘。この第1番の開幕を前に、米スポーツデータ会社オプト ASTAS が同4日公式 X を更新、今シーズン史上初の50本塁打50盗塁2年連続の本塁打王、それに打点王を加えた2冠獲得など、さまざまな記録更新やタイトル獲得を成し遂げてきた大谷の新たな偉業を紹介している。投稿で明かされたのは、大谷の今シーズンレギュラーシーズンでの最終成績についてだ。同社は公式 X で、大谷翔平は2024年レギュラーシーズンを得点1位、安打4位、本塁打2位、打点2位、四球4位、盗塁2位で MLB 全体のトップ5にランクインして終えたと指摘。打点が公式記録になった1920年以降で、これらすべてのカテゴリーでシーズンをトップ5で終えた選手は他にいないと綴り、この史上初の快挙を驚きをもって伝えた。この投稿をチェックしたファンからは、なんてアメージングで歴史的なシーズン、すでに偉大な選手、史上最高、もはや伝説的、馬鹿げているよ、野球界の顔、宇宙人大谷翔平はすごいなどと多くの称賛のコメントが寄せられた。どっちが上かなんてどうでもいい、大谷翔平&ジャッジのどっちがすごい論争に大谷マニアの米記者が言及。ドジャースの大谷翔平投手とヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手は今シーズン共に本塁打&打点の2冠王に輝くなど圧倒的な打棒を披露した。
どちらがより良いシーズンを送ったのかという問いに対して、 MLB ネットワークのジョン・モロシ記者はジャッジがやや優勢とするも、こうおつつけがたく間違った答えはないと語っている。ドジャース地元メディア NBC ロサンゼルスは、翔平・大谷かアーロン・ジャッジか、より良い MLB シーズンを送ったのは誰のタイトルで記事を掲載。どちらかを選びたくないが、選ばなくてはならない。どちらがより良いシーズンを送ったという証拠はあるだろうかとした上で、モロシ氏に意見を聞いた。モロシ氏はジャッジの今シーズン打撃について、野球史上打者が送ったシーズンとして屈指のものだろうと絶賛。スイング数、空振り、ボール球を振る頻度も減ったとし、彼は2022年当時よりさらに危険な打者になり、ポストシーズンでヤンキースと対戦するチームにとっては非常に怖いことだと強調した。リーグ記録の62本塁打を放った2022年より進化したと評している。大谷については、今年守備にはついていないと指摘し、体力的に求められるものが大きいポジション中堅を守っている理由から、ジャッジがやや有利と私は見るがとジャッジ優勢と述べた。一方で大谷の成績の改めて驚嘆、5-0、5-0、やれやれ、これ以上のことはできないだろう、なので間違った答えはないというようなものだとしている。米球界で加熱している大谷とジャッジを比較する論争について、期待の大谷翔平マニアとして知られる米放送局 FOX スポーツの名アナリストであるベン・バーランダー氏は、自身の X 旧 Twitter で、大谷翔平とアーロン・ジャッジどっちが上かなんてどうでもいい、彼らのプレーを見るために生きているだけで幸せだと綴り、同論争に言及した。大谷翔平が示す超一流の本質、歴史的一年の裏にある覚悟、米指揮者が大絶賛、クレイジーだ。試合前、ドジャースの大谷翔平投手が示す姿勢に米メディアが注目している。 MLB ネットワークの番組 MLB セントラルでは、司会のロバート・フローレス氏が、最大のステージに上がる翔平・大谷の姿を見るのが待ち遠しいと、ポストシーズンの開幕を心待ちにした。アナリストのジェイク・ティービー氏は、私もだと同調すると、今年のシーズンはあまりに意図的だった。彼はドジャースタジアムに現れて、我々は彼がトレーニングをする姿を見た。彼はいつも通り熱心にトレーニングをしたと明かした。さらに彼は春季キャンプに一番乗りした。その時はまだバットを振れなかったが、その場所にいた。ボールも投げられなかったが、その場所にいたと説明。大谷が盗塁を決める映像を見ながら、彼は意図的にこれに取り組んでいた。脚力、パワー、スピード、盗塁、どうやったら最適にできるか、自由に走れる唯一のシーズンになると分かっていたのは投手をやらないからだと言及した。大谷の姿勢について、選手全員が知るべきなんだ。世界屈指の選手たちがすることは何か、それはどんなに偉大でも毎年白紙に戻してどうやったらさらに良くなれるか考えるということだ。翔平においては、彼らドジャースはそれをして、我々がこれまでに見たことのないシーズンを彼は達成してくれたと強調した。昨春の WBC で米国代表の監督を務めたマーク・デローサ氏は、馬鹿げていると思うのは、ドジャースはスーパースターだらけ、ベッツ、フリーマン、そのリストは延々に続く。彼はその全員をカバーしたんだ。彼はそれほどレベルが上だと驚きを隠せなかった。午後5時29分、大谷はグラブを持ってグラウンドに現れた。塁間より少し長め、40メートルほどのキャッチボールを15分間。2日前にブランドン・ゴームズ GM が大谷のプレーオフ登板を否定したばかりだったが、変わらぬリハビリをこなした。自身がリハビリと試合は全く分けるようにしていると以前話していた通り、たとえプレーオフ前日でもルーティンを崩さなかった。エンゼルス時代の6年間ではたどり着かなかった大舞台。会見では緊張があるかを聞かれた際に、ノーと通訳を介さずに答えて笑いを誘うなど、終始リラックスしていた。
MLB 公式サイトのフアントリビオ記者も、大谷が初出場することでこのプレーオフはかなりクレイジーになる、多くの人がプレーオフで大谷をついに見られることに興奮するだろうし、ホームのアドバンテージは明らかに大きいと思うと、ここでも大谷効果を期待する。リーグ戦と違い、負けたら終わりのトーナメント、ドジャースは昨年まで11年連続でプレーオフに進出しているが、世界一は短縮シーズンだった2020年のみ。昨年は地区シリーズでムーキー・ベッツ、フレディ・フリーマン両内野手がそれぞれ11-0、10-1と大不振に陥り、ダイヤモンドバックスに3連敗で終戦。同記者もリーグ最高の選手が苦しむ姿を目の当たりにした、それほどプレーオフでヒットを打つのは難しいんだと力説する。ただ同記者は大谷に関しては無問題だと一蹴、素晴らしい結果を残すと思うよ、というより調子を崩す兆候がない、 WBC でも日本でもしかり、グレートな結果を残してきた、活躍を信じない理由がないよ。9月19日同20日の敵地マーリンズ戦では6打数6安打3本塁打10打点の活躍でプレーオフを決め、9月26日同27日の本拠地パドレス戦では自らの決勝打で地区優勝を決めた。その後も変わらぬルーティンを見て、番記者の目にも大谷が活躍する姿が目に浮かんでいるようだった。大谷翔平は恐ろしい敵手法も戦慄の進化、投手専念ならナンバー1になれない理由はない。ドジャースの大谷翔平投手は昨年9月に右肘の手術を受け、今シーズンは打者に専念、リーグ2冠に輝くなど大活躍し、来季は投手に復帰する見込みだ。今シーズン26本塁打を放ったブルワーズのリース・ホスキンス内野手は、投手専念なら最高の投手になれない理由はないと語っている。メジャー通算174本塁打を誇る31歳は、米メディアジョムボーイメディアのポッドキャスト番組クリス・ローズ・ローテーションに出演。ローズ氏に、彼大谷が投手に専念したら最高の投手になれると思う、そこまで良い投手と質問を受けた。ホスキンスは、最高の投手になってはダメかい、打者としての彼については去年までならそう言わなかっただろう、それが今僕らは史上屈指だとほぼ間違いなく言えるシーズンを見ていると語った。指名打者に専念した今年は新天地のドジャースで2冠王に輝き、54本塁打&59盗塁5-4-5-9を記録、歴史的シーズンを過ごした。だからさらに見事なんだと進化を遂げた打撃に感服。この事実を受けて、最高の投手になれない理由はない、本当にだから恐ろしいと驚きの笑みをこぼした。投手としては2022年に15勝219奪三振をマークするなど、通算38勝19敗608奪三振を記録している大谷。投手専念なら一体どんな成績を残すのか想像は膨らむ。正当な評価を受けていない、異業の裏で OB が主張、他の選手はしていない。大谷翔平投手はドジャース1年目の今シーズン、前人未到の54本塁打&59盗塁5-4-5-9をマーク、初めて50本台に乗せ、昨年までの自己最多が26、2021年だった盗塁も倍以上に増やした。レッズなどで活躍したショーン・ケーシー氏は、ベース巨大化などが追い風になったとする疑問について言及し、他の選手たちはしていないと主張した。50歳のケーシー氏は MLB で12年プレーし、通算1405試合に出場、レッズ時代にオールスターに3度選出された名選手だ。現在は MLB ネットワークの解説者で、自身のポッドキャスト番組ザ・ MAYORS オフィスも持つベースポーツトークショーダン・パトリックショーに出演し、彼大谷が過小評価されている可能性はあると問われた。ケーシー氏は、素晴らしい質問ですよ、その可能性は十分あると思いますと明言。彼が投げていない時にできることを見た中で、50盗塁は彼がローテーション投手だったら
しなかったでしょう。ですが世界中に見せているんです。投げていない時に自分はこういう選手だ、50-50ができるんだと推測する。さらにチームが許せばきっと中堅の守備もできて、そこでも君臨するでしょう。ですが彼は今も球界屈指の投手であるという事実がある。この男は100マイル約 160.9 キロ以上のキュートえぐいスプリットを投げるし、良くなる一方です。投げれば投げるほど良くなっていくと思う。実際過小評価されている可能性はあります、と述べた。次にパトリック氏がベースの拡大について触れた。メジャーでは2023年から1-3塁ベースのサイズが15インチ約38センチ四方から18インチ約46センチ四方へと大きくなった。これにより1塁から2塁、2塁から3塁の塁間はそれぞれ視点5インチ約11センチ縮まった。ケーシー氏は彼は盗塁数で MLB2 位でした。ベースが大きくなったならなぜ他のみんなは50盗塁しないのでしょう。盗塁しやすくなったのは明らかですが他の選手たちはしていないと持論を展開。ルール変更の恩恵も受けたという声を否定していた。大谷翔平が初のプレーオフに挑む中、エンジェルスファンの胸中は必ずしも応援しないわけではないが、ドジャースが今プレーオフの初戦を戦う中、古巣ロサンゼルスエンジェルスのファンは初めてポストシーズンに挑む大谷翔平をどのように見ているのだろうか。エンジェルス専門メディア HALO ハングアウトは10月4日そうしたファン心理をメインに据えた記事を公開。大谷が初めてのプレーオフに挑む中、エンジェルスファンの胸中は残念ながら私たちは目をそらすことはできないと伝えた。この二刀流選手はエンジェルスでプレーオフに出場しない6シーズンを過ごした後、2024年シーズンからドジャースと契約した。エンジェルスのオーナーアート・モレノが再契約に力を全く継がなかったことでオレンジ氷、エンジェルスの本拠全体の心は永遠に引き裂かれた。その傷はもちろん今でも痛々しい。特に今年の大谷が MLB 初の50-50を達成し3度目の MVP に向かって順調に進んでいることを考えればなおさらだ。元エンジェルスのバットは特に9月に火を吹いた。9月は打率 3.93、 10本塁打、32打点、8本の2塁打と LA の優勝に大きく貢献。一方のエンジェルスは121敗と歴史的敗戦数を記録した。シカゴホワイトソックスにスイープ9月24-26日されていた。これ以上のひどい状況はありえないだろうと去った大谷と取り残されたエンジェルスの両極端なコントラストに触れ、エンジェルスにとって大谷は全てであり今はドジャースにとっての全てとなったと記している。ポストシーズンを観戦するエンジェルスのファンにとって今年はどのような経験になるのだろうか。エンジェルスはこの10年プレーオフに進んでおらず、今年は相手投手を打ち負かす大谷の姿を見ることができるだろう。それでも同メディアによるとエンジェルスファンの心境は複雑だという。エンジェルスのファンは必ずしも大谷を応援しないわけではないが、ただ最も嫌っているチームの選手を手放しで応援することは難しい。大谷の活躍は称賛するかもしれないが、ドジャースの勝利は喜べない。大谷が活躍してドジャースが負ける展開で妥協するかもしれないと、かつてのヒーローへの愛情と地理的な近さによるライバル球団への敵対心が入り組んでいるようだ。オーナーのモレノはこれまでいくつもの大きな過ちを犯してきた。中でも大谷を中心としたチームを編成しなかったことは最も許しがたいものだ。そして今大谷はアナハイムを去りポストシーズンを戦うドジャースを牽引している。一方のエンジェルスは球団ワーストの99敗を喫してプレーオフ出場のチャンスは最後までなかった。もしモレノが昨オフに大谷の引き止めに成功していたら、実現することがなかった夢をエンジェルスに関わるメディアやファンは胸に秘めているようだ。赤と白のユニフォームを着た大谷がプレーオフでどんな活躍をしただろうか。ファンは今夢見ることしかできない。
胸が痛くなる。ポストシーズンでの大谷の雄姿はエンジェルスのメディアやファンも注目している。早々に退場、韓国でのデビュー戦よりマシだ。山本由伸、ポストシーズン初登板3回5失点の乱調に地元メディア酷評の嵐。試合後、山本は会見場に姿を見せ、この日の登板内容に、初回は先頭を出してしまいましたし、その後も四球でランナーをためてホームランを打たれたので、もちろんホームランを打たれるのも良くないですけど、その前も四球でランナーをためてしまったり、そういったピッチングの基本的なところができていなかったと思いますと反省した。制球についても、今日は特に立ち上がり意識して投げたんですけど、厳しいところを狙いすぎてしまった結果、カウントがすごく悪くなってしまったと悔やんだ。その上で、逆転勝利にチームメートにすごく助けられましたし、今日の試合チームとしては勝てたのが一番だと思うので嬉しく思いますと打線の粘りに感謝した。またポストシーズン、さらには初戦という緊張感について問われると、本当にすごく声援が聞こえてきましたし、またそれをなんとか良い結果につなげたかったですけど、個人的にはうまくいきませんでしたけど、応援の力はすごく背中を押されましたとファンの大声援に感謝した。そして次戦に向けて、今日はチームメートのおかげでなんとか勝つことができたので、しっかり反省するところはして、なんとか次にプラスにつなげて、とにかく次の試合に向かってしっかり練習していけたらなと思いますと雪辱を誓った。日本人ルーキーに落胆の声が上がっている。現地10月5日ロサンゼルスドジャースの山本由伸がサンディエゴパドレスとの地区シリーズ第1戦に先発登板。3回69球を投げて5安打2四球5失点で降板。ポストシーズン初登板を終えた。大事な地区シリーズ開幕戦のマウンドを託された山本。しかし序盤からパドレス打線が牙を剥いた。初回リーグ首位打者に輝いたルイス・アラエスにレフト前ヒットを許すと、2番フェルナンド・タティース・ジュニアの打席中にホイツと暴投で走者を三塁まで進ませると、四球の後に3番ジュリクソン・プロファーのセカンドゴロの間に先制点を許した。さらに4番マニー・マチャドにはカウント1、2から甘く入ったスプリットを捉えられる痛いツーラン。いきなり3点を失う立ち上がりとなった。2回は2つの内野ゴロ、アラエスから見逃し三振を奪って三者凡退。その直後に大谷翔平が2アウト1、2塁からポストシーズン初となる同点スリーランホームランを放ち、試合を一気に振り出しに戻した。ところが3回先頭のタティース・ジュニアにカウント3、1から二塁打を打たれてピンチを背負う。踏ん張りどころの山本は2アウト2塁までこぎつけるも、5番ジャクソン・メリルに四球を与え、続くザンダー・ボガーツには左翼線への敵地二塁打を浴びて2失点。再びリードを許し、この回限りでマウンドを降りた。期待を大きく裏切った日本人右腕に現地メディアは厳しい。ドジャース専門サイトドジャースネーションのノア・カムラス記者は、彼にとって今シーズン2番目に悪い先発だったとレポート。山本のポストシーズンデビュー戦の投球内容を細かく列挙した上で、 MLB デビュー戦となった韓国でのパドレス戦、1回5失点よりはマシだったと言及。大舞台での弱さを指摘した。また MLB 公式サイトのドジャース版記者であるファントリビオ氏は、由伸山本のポストシーズン初登板が終わった、全く良くなかった、3イニングで5失点、三振はわずか1つだと酷評した。ドジャースのあらゆる情報を発信している専門メディアドジャースネーションは、山本の降板後に速報記事を配信。由伸山本がパドレス戦で大苦戦、ドジャースのナ・リーグ地区シリーズ第1戦の先発で早々に退場という辛辣な見出しを打っている。記事の寸評では、山本はドジャースが期待したようなスタートを切ることができなかった、スタートから不安定でドジャースのポストシーズンでの苦悩について議論に決着をつけることはできなかった、この夜の右腕のスタッツは3回までで自責点5、2四球、1奪三振だったと辛口だった。